どうも、哲学徒です。今回はですね、私の配信とかね、動画とかで、マックスロールっていう海外のね、攻略サイトの情報をいろいろと見てますよって話をね、すると、マックスロールってそもそも何っていう話をね、聞かれるので、ちょっとね、その活用方法とか、注意点とかね、日本語化の方法について、一本ね、詳しくご紹介してみようかなと思います。このサイトなんですけど、基本的にね、ディアブロ2とか、リザレクテッドとかディアブロ3、あとディアブロイモータルとか、ロストアークとかね、こういったブリザード関連のゲームのね、攻略情報が集められているサイトですので、かなりね、詳しいサイトですので、結構ね、私たち日本語圏で、攻略動画とか作ってる人も、一通りここら辺のビルド紹介とか読んでることが多いんですけど、英語なんで、ちょっと敷居高いなと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、比較的なんだろうな、わかりやすい英語ではあるんですけども、ちょっとね、毛嫌いせずに、ぜひね、ちょっと、この動画を最後まで見ていただけたらなと思います。で、このね、ページ行ってもらうと、このガイドとかね、ティアリストとかね、あるんですけど、そうですね、このティアリストとかこういうのに関しては、基本的にね、PC 版のディアブロの、攻略情報のサイトになるので、なんていうのかな、PC 版と、プレイステ4版とか、スイッチ版で遊ばれている方は特に注意が必要なんですけど、で、ちょっとその、仕様がね、違ったりするので、そこのところは少し、加味してね、考える必要があると。なので、なんか、マックスロールでは強いって言われてたのに、プレイステ版とか、スイッチ版だと強いと言われないビルドもあるんだけど、なんでなのとかね、よく聞かれるんですけど、そこは PC 版と、プレステ版の違いっていうことになってくるので、そもそもなんていうか違うゲームとして、後衛者でいうと三国志と、三国無双ぐらいね、バランスとしては違うというね、感じで捉えてもらえたらいいかなと思います。で、そうですね、じゃあファイアーバードのビルドとか例えば見てみると、こんな感じでね、ファイアワードビルドについての、紹介っていうのが出てきて、装備例ですね。装備例こんな感じでね、なんていうかな、カーソル合わせるとどんな効果、どの特性を取ったらいいのかとか、そういうところについての、詳細も見れるので、そこら辺をちょっと参照しながらね、やっていくのがいいかなと思います。で、今回ソウルシャードなんかのね、仕組みについても入れてくれているので、各シーズンのその最新ビルドみたいなのをね、知りたいなっていう方はこれ見てみるといいかなと思います。で、大体ですね、どんな変化系があるのかとか、そういうところもね、言及してるんで、なんていうのかな、メインのビルドだけ見ちゃってると、なんで CS 版とちょっと違う作りになっちゃってるのっていうこともあるんですけど、よくよく読んでみると、実はプレステ版でね、採用されてるものについても、言及されてることがほとんどなんですよね。他のソウルシャードの、部分とかね。なので、そういうその補足で書いてあるやつっていうところも意外と読んでおくことが大事になってくるかなと思います。やっぱりソウルシャードの厳選の方針とかね、そういうことも書いてあるので、辺を参照してあげると、よりいいかなと思います。で、日本語化の方法なんですけど、一つはね、ブラウザの機能で日本語化する。右クリックして日本語で翻訳とかね。この方法で翻訳するのもありなんですけど、で、ただね、やっぱり原文とかなり違った訳がついちゃうことが、あるので、そこはちょっとね、原文と照らし合わせながらやる必要があるんですけど、一つね、なるべく分かりやすくする方法としては、固有名詞とかそういうものは、基本あんまり正しく訳されないと考えて、効果値のところの、例えば、何秒以上なのかとか、何秒以内なのかとか、そういうところの違いとか、そういうところはね、ちゃんと日本語訳されているので、そこをちゃんと読んでいく。
ですかね。で、あと、まあ、こういうふうに、ブラウザでね、翻訳するのもいいんですけど、結構ね、おすすめなのは、最近 AI 翻訳がね、結構発達してきてるので、DeepL っていうね、サイトがあるんで、これ、まあ AI、クラウド型翻訳の、ソフトウェアなんで、まあここら辺にね、入れてあげるのもいいかなと思います。で、DeepL の特徴として、なるべくね、長い文章ですね、を入れてあげた方が正確な翻訳ができるっていう特徴があって、まあ、なんていうのかな。機械学習型の、自然言語処理においては、その文脈を特定する、例えばその翻訳にかけてる文章が、結婚式の祝辞なのか、それとも、ポップコーンの作り方についてのマニュアルなのか、そのどっちなのかっていうのが、1ピリオドまでの、センテンスだけでは確定できないので、長い文章を通して入れてあげることによって、あ、これは結婚式のスピーチなんだな、これは、ポップコーンの作り方に関する、レシピなんだなっていう、判定をしてくれるので、なるべく長い文章で入れてあげる、っていうのが結構大事になってくるかなと思います。まだ、例えばこの英文を読み込ませたところで、これがディアボロ3っていうゲームの、もので、この言葉は、こういう風に訳さなきゃいけないみたいなね。そこまでの判定はできないものの、ゲームの攻略情報であるっていうことまではある程度ね、予測してくれますので、そういうとこも含めて、長めの文章でね、置いてあげることによって、少しね、自然な日本語にはなるかなと思います。まあ、まだまだ私も、専門がね、自然言語処理なので、結構ここら辺はね、面白いところではあるんですけども、まあそうですね、英語だけど、まあゲームだからね、楽しく読むことはできると思いますので、ぜひぜひ、あまり毛嫌いせずに読んでみてほしいなと思います。やっぱり英語の苦手意識って、なんか私ももともとは英語が苦手で、今はね、こう英語の翻訳なんかもやってますけど、やっぱり最初一番ね、問題なのっていうのは、英語であるっていうことがそもそも嫌いっていうことの方がね、結構、なんていうかな、英語嫌いがハードルを上げちゃってくれてる、上げてる部分があると思いますので、まあ、ディアボロの攻略情報を調べるために英語サイトを見るっていうぐらいの感覚で、気楽に付き合っていただいたらいいんじゃないかなと思います。やっぱり PC のね、情報がメインなので、まあ、そこのところはね、ちょっと、サッピーって考える人があるんですけど、まあそこを除いてもね、基本的な部分は結構、共有されている部分でもありますので、まあぜひね、興味のある方は見てみてほしいなと思います。で、MAX ロールはね、ビルドガイドも結構いいんですけど、まあ結構ね、その火力の出し方の計算式とかそういうところもしっかりと解析していて、で、あとね、結構役立つツール系なんかもあって、こういうパラゴンカリキュレーターとかっていう、私はよくお勧めしてるサイトですけど、ここなんかはね、自分のパラゴンレベル、今のパラゴンレベルと、目指すパラゴンレベルっていうのを入れてあげて、どのグレーターリフトを回すのかとか、あとね、何人で回すのかとかっていうとこ全部入れてあげると、どれぐらいの時間で、まあ目標のレベルに達するよとかっていうのがわかるようなサイトなので、まあそうですね、レベル上げの周回とかでどこが効率的かっていうのを計算したり、シミュレートするためのサイトとして使うのが結構いいかなと思います。もしかするとね、今の回で無理して上げ続けるよりも、ちょっと回数を下げた方がトータルのね、プレイ時間短く抑えられるかもしれないので、まあ、レベル上げやられてる方なんかは、ここら辺をね、このサイトなんかを使って、まあ、最適な値っていうのを出してみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ、計算式のロジックに関しても、CS 版とちょっと違うところなんかもあるんで、まあ、そこら辺はね、他の英語サイトとか、プレステ版を解析しているサイトなんかもあるんで、そういうところで差分を取っていく必要はあるんですけども、まあ、結構ね、役立つ情報が多いので、ぜひね、MAX ロールも、活用してみてほしいなと思います。で、英語に困ったら DeepL なんかも使ってあげると、理解の助けになるんじゃないかなと思います。まあ、簡単な紹介ではありますが、ぜひぜひね、こういったサイトも使って、ディアボロの世界楽しんでいってもらえたらなと思います。
どうも今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。